このビー玉を片手で1回だけ掴んでちょうど10個取り出します。10個ぴったりもしくは週の中で最も10個に近い数を取り出せたメンバーにご褒美として素敵なプレゼントが贈られますということで、あ、とっても綺麗、ほら10個ビー玉を掴むということで、初めてです人生でじゃあやっていきます。軽くね、10個でしょ。でこれ一応素早く取った方がいいらしいので、これぐらいにして、はい、何個かな、これ気持ち少なめに取ったよ、気持ちね。じゃあ数で言うとこんな感じなんですけど、あ、ちょっとすごい多く取った、取ってそう、気持ち少なめに取ったけどもうちょっと取りたかったけどね。じゃあ数えます。1、2、3、4、あ、おーい、5、6、7、8、9、10、15個でした。ビー玉って意外とちっちゃいんだね。ビー玉であんまり遊んでこなかったの、おはじきとかあったんですけど。え、私今15個って言ったよね。あやめちゃん昨日19個取ったみたいです。かわいいねー19個も手取ってさ、数えてるうちにびっくりしちゃっただろうね、欲張りすぎちゃったかなとか思っちゃったかな意外とこれ難しいですよ。なんかあれだね、明日明後日のメンバーに、なんていうの、アドバイスを送るならもう気持ち、ひなこ今気持ち少なめに取って手から 2,3 個落として取ったのよ今手から。だから気持ち少なく、じゃあちょっと多いから、え、ちょっとこれ少ないだろうなぐらいで収めとく、これが大事です。はい、私も15個こと記入しておきます。はい、じゃん、15個。はい、続いて、そうですね、今週は14、15に日本愛知の外資ホールでライブがあるということで、まあ皆さん、来てくださる皆さんは熱中症対策と感染症対策をしっかりしていらしてください。そしてね、あの、私が前回の仙台の時にぜひブブゼラじゃなくて、なんだっけブブゼラじゃなくてなあ、待って、スティックバルーンが欲しいなって言ったんですけど、まあなんか多分なんだ、いろいろあるんですかね、なんかなんで今回なかったかちょっとわかんないんですけど、でも次からあるといいなって思います。やっぱりね、なんかこう皆さんの思いの丈がこう言葉になって、それが声色として会場に出てしまっている瞬間とかもあったので、まあそれはね、皆さんのせいとかじゃなくて、まあそうなってしまうのがライブの、なんて言うんだろう、ライブだろうし、だからせめてこう気持ちを乗せるね、スティックバルーンがあればなって思ったんですけど、あったらぜひ、なかったとしても、まあ、もちろん声は我慢していただいて、タオルとかうちわとか、あと拍手か、拍手でも痛いよね。だから、まあ、皆さん無理しない程度に、見ていてくれたらなって思います。はい、近況トーク、なんだろうね、いろいろありますよ近況トーク、乃木坂ちゃんにはたくさんありますね。なんだろうな、まあライブもそうだし、新メンバーオーディション開催中もそうだし、あとミーグリもね、あと1回かな、今シングルあるし、あ、工事中がブルーレイ発売だったりとか、9月22日に次のシングルが発売だったりとか、乃木動画がね、グランプリがいろいろこう出まして、なんかなんだかアンダーライブ全国さん2018関東シリーズ武蔵野の森の日常がファンリクエスト部門で輝いたみたいで、ありがとうございます。でもさ、これすっごい嬉しいの、なんかあの時あの時の
なんだろう、アンダーライブの楽曲が日常だったし、まあ、それをセンターでやらせてもらってたからすごい嬉しいんだけど、なんかめっちゃ恥ずかしい。なんかさ、その今でこそ、そのもうこのライブから結構日常っていろんなライブ、まあその全員でのライブもそうだし、アンダーライブでも絶対欠かさずやってるし、まあ、4期生がやってくれたりとか3、4期生ライブでやってくれたりとか、こう意外となんかこうここまで やってこなかったライブがほとんどないほど日常がこう皆さんの前で披露させてもらってるんですけど、なんかそのためにこう多分こういろんな日常が見られてると思うんですけど、この一番最初の日常ってなんかまだこうあどけなさが残るというかなんかこう自分でもあの時の一生懸命なんだけど、なんかこう今自分が思ってる日常と違う日常を持って披露してるから、なんかこう今と違う日常が見られるのがちょっと恥ずかしいんですけど、でもまあそれだけ皆さんが日常を好きでいてくれてるんだなって本当に思うのでありがとうございますなんか声の調子が、はい、あれもう3ページ目までめくっちゃった。あ、スタートしてなかった。今何分経った？でも何分経ったって出るもんね。じゃ あの15分経過しましたみたいな時に押して15分やるね、そっから。はい、そうですね、ありがとうございます。2万人の方が見てくださってるみたいで、髪伸びたし、ほらめっちゃ伸びました。美容室また全然行ってないや、いつから行ってないかな、先月の頭ぐらいから行ってないかも。はい、今何分経ちました？教えてください。何分経った？今何時？これさ、今何時かがわからない。10分？10分9分ぐらい。オッケー。ありがとうございます。あ、終わっちゃった。とりあえずもうだってこの後はまた次回のメンバーへの宿題を書いてエンディングだから、どうしよう。この時間にするのなかなかなくて、私結構夕方もまああるけど、どっちかというとお昼過ぎとかの方が多いので、時計持ってきてくださった申し訳ございませんはい9時ちょっと過ぎぐらいから始めたもんね。まだ会社に残ってくださってるスタッフさんが時計持ってきてくださったでもむずいちょっとこの時計スタッフさんのだから見せられないんですけど、腕時計に何て言うだろうな、こう数字が書いてない、なんかおしゃな腕時計だから数えないと。今でも9時12分ぐらいかな。はい、あ、ひなこ宿題やってないじゃん。ありがとうございます。今あやめちゃんっていう言葉が見えて危な。はい、ということで昨日あやめちゃんが、の予備担当で私に宿題をくださったんですが、じゃん、ひなこさんへライブの時のルーティンを教えてくださいということで、これ見てたんよ、あやめちゃんが宿題出すときに。でなんかミリアさんとの思い出、あ、フライか聞くのいいね、フライパンはないから曲げられないよってこう一個一個コメントにこう返事しながら考えてくれてて、で誰かのこのコメントが良かったみたいで、あやめちゃんがルーティーンを教えてくださいって聞いてくれたんですけど、ルーティーンって難しいね。ルーティーンってさ、こう心に決めて必ずやるみたいなことでしょ。なんだろう、ライブの時のルーティーン、いやなんかないな、ないなくはないかも。待って、でも何かこれ必ず食べたいとかはまずないでしょ。なんだろう、
すごい髪の毛がなんかすごいケパケパしててすいませんあれだね、ルーティーンっていうのとはまた違うかもしれないんですけど、あれだ、準備めっちゃ早くするなんかこれもまあメイクさんがこう何十何人と言ってくださっていて、でそこでまあ自分のこういつも寝かしたメイクさんに、まあ、リハ当日の現地リハ終わり次第終わったメンバーからお願いしますお願いしますってメイクさんに言いに行くんですけど、私のメイクさんは必ずやってるのが 4,5 人いての、お手伝いとかもしたりしてて、まあでも 4,5 人でさえもうギリギリなんですよ、2時間ちょっととかの準備時間なんで。でも私すごいせっかちだし、あとなんかこうギリギリになってしまうと心の余裕がなくなってしまって、なんかこうできることもできなくなってしまうので、もうできるだけリハ終わったら走ってメイクさんのとこに行っていつでも呼んでくださいって言って、できるだけ早めというか、まあ、言って人からなので早めに呼んでもらってやってます。なのでなんて言うんだろうな、これは、ライブの始まる1時間半前には完璧な状態でいるですかね。まあ、着替えとかはもっとギリギリになるので、着替えはできてなくても着替え以外髪の毛と顔はもう1時間半前ぐらいには出来上がってる状態を目指しながらライブに臨んでるっていうルーティンですかねごめんなやめちゃん、こんなことしか言えなくて、なんかきっともっといいアドバイスできる先輩はいっぱいいるんだろうけど、ちょっとへっぽこなすびなもんでごめんなさい。今15分って 見れなかったけど今15分くらいかな、もうちょっと通知来るかな。はい、ということでですまあこれも多分せっかちが来てるんですけどね。はい、じゃあ空き時間です10分ちょっとの空き時間です。なんか何か15分経った、15分ありました、経ったちょっとこの辺でスタートしとこう、ね、これで15になったらやめるね、残り時間15くらいになったら何がする15分ぐらいの空き時間ですけど何する、何がいいかなオフみたいな言い方するやんって何がいいかな。アッシュンね、アッシュン昨日誕生日おめでとう、23歳、かわいいねアッシュン、はい、アッシュンもインスタグラム始めましたね。いいねいいね。まあ今はねこうメンバー同士なので、なんかこうメンバー同士はこうあんまりフォローし合わないのでね、だからいつしかなんかこうインスタライブとかやりたいですね。あ、今15分経過したって。じゃあこれで今もうスタートして1分経っちゃったから、14分、これで14分に、残り14分になったらやめます。はい何か聞いてみてください音鳴るのこのブレスレット、どこのだっけ、 ZOZO タウンで買うんです、私洋服これも ZOZO タウンで買ったんですけど、このねハート型が可愛くて買った。これね本当は写真入れられるんですよ、こうやってここにこういうさペンダントみたいなあるじゃん、でも入れてない、チップ入れようかな。でもこのサイズにチップ切るのかわいそうだからな、やめようかな何がいいかなあ。お、今みおちゃんテレビに出てるんだね、なるほど。
楽屋の隣、そうですね、今は楽屋の隣はあやねちゃんですね。あやねちゃんと隣に座ってます。まあでもみんな近い、あやねちゃんかみなみちゃんかな、隣で、ひなこが座ってない方に、んで、ランゼも座ってる。まあ相変わらずの仲良しさんたちと、まあ近い距離で座ってます。あやねちゃんの反対はいないよ。なんかね、今ほらあんまりこう密集しないから、こう大きい長いテーブルに2人までしか座れなくて、そうしてます。何かないかな。麦中ね、久しぶりでしたね。今年入って2回目とかかな、2、3回目だと思うんですけど、久しぶりに出ました。張り切りチャイティーよりやっちゃってさ、なんか恥ずかしかった。でもよかった、編集ってやっぱ最強だなって思いました。ありがとうございます。ゲームしてないよ最近、見てるばっかりです。あ、してるな。なんかアモアスを見てるんですけど、あ、でもアモアスだけじゃなくて、まあデッドバイデイライトとか、まあ、最近だとあのオリンピックのゲームとか、いろいろこう、まあ、いつも見てる実況者さんがやってるものを見てるんですけど、でもアモアスは結構ね、誰の視点でも見てるというか、アモアスは結構なんだ、なんて言うんだろう、いつも見てない実況者さんでも見てたりしてて、なのでアモアスを見てるとめっちゃやりたくなるんで、あの携帯のアプリでやるんですよ私。スイッチで持ってたんですけど、うちスイッチ2台あって、この横のリモコンが2台のその2台分の1セット1セットと、もう1個リモコンだけ1セットあって、だから3セットあるはずなのに、お兄ちゃんが友達と遊ぶのに持ってっちゃって、なんか今スイッチがお兄ちゃんの持ってたとこにあって、で1台うちにあるんですけど、そのうちにある1台のここにないんですよ。お兄ちゃんが持ってっちゃったから、このこれをコントローラーを、だからできなくて、スイッチで、うん、画面しかなくて、ジョイコン、そうジョイコンだからね、アプリでやってるんですけど、アプリって難しいよね。なんかあれってやっぱ仲いい人とやって、こう通話しながらやるのが一番簡単なんじゃないかなって思います。なんかこう難しいわ、目の前で弁当に入られてもボタン押して誰々が弁当入ってましたって、難しくない？やってる人は分かると思うんですけど、操作してさ、です。だからまあそれはアプリでやったりしてますね。でももう見てるばっかりです。面白いわ、本当にもう一日中 YouTube 見てます。お休みの日は、休みじゃなくても見てます。夜から、夜の9時ぐらいからお家にいれば9時から、3時ぐらいまで見て、でそのままつけっぱなしで、寝落ちるという、最高やんな、マジ感謝。いつかひなこもなんか実況とかしてみたいです。したら見てね。でもなんか実況もしてみたいけど、なんかかりんちゃんがさ YouTube でラジオしてるじゃん、ああいうのもいいよね、いいなって思うから、いつかもしやったら見てね。はい、残りさっきさ、これスタッフさんがさ、これどういうこと？さっきこれスタッフさんがさ30分になるようにセットしたからって言ってたんだけどさ、これ29時間だよね。え？
アワーって20時間だよな。ミニッツが踏んだよね。ね、ミニッツが踏んだよね。こっちが踏んだよね。ってことはこっち時間だよね。え、スタッフさん。え、さっきこれ30分にするから、これスタートしたら、ちょうどゼロになったら、配信終わってた。やばい。泣き読み。担当してるスタッフさんが死ぬそこで私の配信外で見てくれてるみたいで、私が今バレないようにここで言ってたのに、あっちが謝りに来てくれました。申し訳ないです、すみません。こちらこそ用意してもらったのにイチャモンなんかつけてしまい、でも私わかりません、何分になったら30分なんですか教えて。え、30分00ってことは、60から15引けばいいんだよね。 45? あと6分しかないよ。ひなこもうそんな喋った痛いごめん壁あと6分しかない。短いよね30分って。30時間は長いけどさ、1時間ぐらいの曜日やりたいもんですね。でもなんだか30分っていう規定があるので、30分はちょっと少ししか超えられないです。超えられたとしても。あ、そうそう、私さインスタグラムをやってるんですけど、今は19万人と何千人ぐらいだろう、8000人ぐらいの方にフォローしてもらってるんですけど、20万人記念にインスタライブやりたいなと思ってて、でもインスタライブもどうしたらできるのかはちょっと分かんなくて、多分タイミングとかいろんなこうメンバーとの仕事の兼ね合いがこう重ならないタイミングじゃないとできないと思うので、20万人になったからやるよじゃあ多分できないと思うんですけど、でも一応20万人に行った記念としてインスタライブやりたいなと思ってるので、その時は見に来てください。あ、なんか宿題考えるっていうカンペが来たので宿題考えます。明日のね配信してくれるメンバーは4期生のゆりちゃんということで、きたきたコンビですね。そうそう、これをちょっとまたそれちゃうんですけど、ひなこずっときたのだから、立ち位置表できただったんですよ。で、でも今ゆりちゃんが来て乃木坂に、で北かぶりで、私あのひなこの日になるのかなと思ってて、なんか今まで中かなさんの中だっていうのとか、姫たんの中本でなかなかになった時って下の子を名前を取ってたので、私も日丸になるんだと思ってたら、私が来たでゆりちゃんがあのゆりのこのゆうって感じになってて、私来た継続ですはい、考えなきゃやばい。なんだっけ、何にしよう、何がいいかなあ、よかった、なんか結構さ目覚めちゃってさ、なんかもうこのあとウィーっていうぐらいなテンションだからさ、このあともう一個仕事あってよかった。その仕事してちょっと疲れて家帰って寝れるかなでもあ、そっか、ひなちもいるから丸日にはできないね。何がいいかな。じゃあひなこ考える。何がいいかな。ゆりちゃんでしょ。何がいいかな。あ、じゃあゆりちゃんのおすすめ。ゆりちゃん。あ、よかった。今ペン間違えたかと思ってドキッとしちゃった。なんだろう、あれにする。おすすめ。好きな小説を教えてください。ひなこ、意外とさ、なんか好きなさ本とか好きな曲ってさ、なんかこうなあんまりさ好きだとさ人に教えたくないものじゃん。そこをあえて聞いてく。私もね、好きな小説とか本とかこう
ブログとかインスタとかで言ったことあるんですけど、まだ一冊あしたことあるっけこれ、いやしたことない気がする。まだ一冊お気に入りの本があって、それ紹介したことなくて、今度教えるね皆さんに。だから今度質問して、好きな小説なんですか、好きな小説じゃない、その時は、前に言ってた、まだ教えてくれてない秘密の小説って何ですかって質問して、そしたら答えるねはい、そろそろあと2分ぐらいで終わってしまうんですけど、こんな時間にもかかわらず、こんなグダグダな配信にもかかわらず、3万人の方ありがとうございますいや本当の行日って短いね。これさ、ミスに気づかずさ30時間やってればよかったけど、絶対呼ばれちゃうからバレちゃうねダメだね、なんかすみません、こんなことばっかり喋ってはい、あ、じゃあ45になった終わりだから、45.00秒になったら終わりってことだよね。40、まあそうしよう。この時計が今4655だから、これが4500とかになったらやめるので、あと1分です大丈夫かな、なんかすいません、本当にこんなことばっかりグダグダやっていてあ、そうそう、福岡ライブだけ配信があるので、ぜひ2日間とも見ていただけたらなって思います。モーコがね最後のライブになるので、ぜひモコちゃんを目に焼き付けて、悔いのないようモコちゃんを心から応援してください。いや今さ福岡のさリハとかしててさ、泣きそうになります。モコには言ってないけど、うーってなるけど、モコの前ではヘラヘラしてる、まあ、初めての後輩を送るということでね、私も自分の気持ちがどうなるかわからないけれど、明るく楽しくもうこう背中を押せたらなって思うので、皆さんも、温かい目でぜひ温かい応援を送ってもらえたらなって思います。はい、あと14秒ということで、じゃあエンディング、乃木曜日水曜日終わりの時間です。明日はまたゆりちゃんの配信は決まり次第、ショールーム公式ツイッターでお知らせしますので、それをチェックして明日の配信も見てください。それでは今日のお相手は北野日向子でした。バイバーイ。